皆さん、こんにちは。ティンダーメン空母健太です。ここは海運橋、鶴岡の海運橋、内川。そして、今月やってきたのは、予約した海運橋、寿司の長三郎。5時半から食べ放題が予約しましたので、後ほど入りたいと思います。ここ、いい場所ですね。向こうにはあの店ですね。今なりましたけどもね、はい。川もせせらぎちゃんと綺麗ですね。はい。街も見えますね。はい、あともう5分ございますが、ここ、長三郎さん、はじめまして。アラといろいろ、ヒラメ、メバル、ノドグロ、イシナギ、いろいろありますね。ここは本当にいい場所です。あともうちょっとですね。はい。なんか寿司ろうそく、いいもんですね。では、授かります。いい写真出るね。うん。ではマグロをいただきたいと思います。まずお漬物から。うん。うまいですね。うん、でもいい味です。ラメさんもいただきたいと思います。うん、グッドです。白身、他にも、ソイさんいただきたいなと思います。うん、あ、溶けちゃうね。うん、うん、ほうぼうもいい味ですね。じゃあ、やちゃんも焼いてみます。うん、なくなっちゃう。うん、プチプチが。うん、じゃあサーモンもいきます。ちょっとサーモン、ハマチちゃんもいただきたいと思います。うん、うまいね。うん、サバさんもいただきたいと思います。うん、薬味と相性合いますし、うん、濃厚ですね。うん、ホタテもいただきたいと思います。うん。あとはここから写真のみでお送りしてください。ここからナレーションでお送りします。お寿司食べ放題初めて行ったで、海運橋、いいことあるかも。あ、皿見えませんね。はい、すいませんね。はい、アジですけど。あ、これはね、あれだ。アナゴ。はい、鉄火巻き。へい。まあ、種類によって違いますけど、白身はですね、ホウボウとかいろいろありますね、魚。
アナゴ、アナキュー。私、アナゴ大好きです。うなぎはありませんけど、うなぎ食べたい。なたまき、あ、消えちゃった。はい。あとは、カニ。映りません。エビ。はい。ごめんなさい、カメラブレちゃって。はい。あとは、タコ。です。というわけでどうもごちそうさまでした。手袋満パンですけど最高でございます。というわけで以上です。バイバイ。